皆さん、こんにちは。本日は日本のエンタメ界を鮮やかに彩る2人の大物、松田聖子さんと神田正輝さんにまつわる驚きのゴシップニュースをお届けします。この話題は私たちの心を揺さぶり、想像をかきたてるものでございます。まず注目すべきは、俳優の神田正輝さんが長年にわたり MC を務めてこられた人気番組朝だ生です旅サラダを4週連続で欠席されたことです。これは単なる偶然の欠席ではないとの声が上がっております。そこにはどのような理由が隠されているのでしょうか。そしてさらに耳を疑うような噂が飛び交っています。なんと神田さんの看病をしているのはならぬ元妻である歌手の松田聖子さんではないかというのです。かつて夫婦であった2人の間に再び何かが生まれつつあるのでしょうか。私たちが愛するキラキラと輝くエンタメ界、その華やかな表面の下には数々のドラマが隠されています。今回の動画ではそのベールに包まれた真実に少しずつ迫っていきたいと思います。今世間の間で話題となっているのは名優神田正輝さんのことです。彼が長年にわたり MC を務めてきた人気番組朝だ生です旅サラダをなんと2週連続で欠席されたのです。これにはファンの間でも様々な憶測が飛び交い、心配の声が上がっています。神田さんの欠席が最初に報じられた際、多くの視聴者は単なる健康上の理由や私的な事情を疑いました。しかし彼の欠席が続くにつれ、その背景にはもっと深い事情があるのではないかとの疑問が生じてきました。特に神田さんが長年続けてきた番組に対する献身は彼のプロフェッショナリズムを象徴するものであり、彼が単純な理由で欠席するとは考えにくいのです。番組側からの公式な発表はまだありませんが、神田さんの突然の欠席には様々な憶測が飛び交っています。中には彼の健康に関する心配の声もあります。神田さんは常に元気で明るいキャラクターを番組で見せてきましたが、果たして今彼はどのような状況にあるのでしょうか。さてここで注目すべきなのが、神田さんの欠席が報じられた後の視聴者の反応です。彼のファンはもちろん、一般のテレビ視聴者からも彼の健康状態や番組への復帰に関する強い関心が寄せられています。 SNS やネット上では、神田正輝さん早く戻ってきてといったエンコーレメントのメッセージが数多く見受けられ、彼の人気の高さが改めて証明されました。このように神田正輝さんの欠席は単なる一時的な不在ではなく、彼のキャリアにおける重要な節目である可能性があります。彼がどのような理由で番組を欠席しているのか、その真相に迫るべくさらなる情報を集めてまいります。私たちが愛するエンタメ界は常に変動し、予期せぬ展開を見せます。ここからはさらに興味深い話題に触れてみたいと思います。神田正輝さんと松田聖子さん、かつては夫婦として日本中を魅了したこの2人の間に再び何かが動き始めているという噂が浮上しています。神田さんの体調不良と彼の番組欠席が話題になる中、なぜか元妻である松田聖子さんの名前も頻繁に上がっているのです。ここで私たちが注目すべきはこの2人の過去と現在です。1985年映画「カリブ海のシンフォニー」での共演をきっかけに結婚した2人は一時代を築いたカップルでした。しかし1997年に離婚という形で関係が終わりました。それから長い時間が経ち、お互いに新しい人生を歩んでいると思われましたが、最近の出来事が過去のつながりを再び浮き彫りにしています。特に一部報道によると、神田さんが療養中であるとされる病院に松田さんが看病に訪れているという噂があります。これは単なるゴシップに過ぎないのでしょうか。それとも何か深い意味があるのでしょうか。もし本当に松田聖子さんが神田正輝さんの看病をしているのであれば、これはただの元夫婦の関係を超えた何か特別な絆があることを示唆しているかもしれません。もちろんこれらはあくまで憶測に過ぎませんが、2人の関係に新たな展開があるとすれば、これは間違いなく大きなニュースとなるでしょう。松田聖子さんと神田正輝さんの間には過去に様々なドラマがありました。そのドラマは今
新たな章を迎えているのかもしれません。皆さんはどう感じますか？かつての夫婦が再び近づいているという話に、私たちはどんな意味を見出すことができるでしょうか？この話題は、単に二人の現在の関係に関するものだけではなく、過去の愛情、そして失われた時間に対する憧れや思いをも反映しているように思えます。ここからは、この二人の間に囁かれる復縁の可能性について、より深く掘り下げてみましょう。二人の関係は、1985年の結婚という幸せなスタートから始まりましたが、1997年に離婚という形で終わりを迎えました。しかし、それが二人の物語の終わりではなかったことは、今や明らかです。2010年代に入ると、二人の間には新たな動きが見られるようになりました。特に、娘である神田沙也加さんの不慮の死は、二人を再び近づけるきっかけとなりました。ここで考えられるのが、復縁の可能性です。過去に深い愛情を育んだ二人が、時間を経て再び互いを必要とする瞬間があるかもしれません。しかし、私たちはこの可能性を探る際に、実際の事実と憶測を慎重に区別する必要があります。公になっている情報は限られており、私たちが持っているのは主に推測と希望です。それでも、神田正輝さんと松田聖子さんの関係が復縁に向かうかもしれないという話は、多くの人々にとって非常に興味深いものです。彼らの過去の関係は、多くの人々に愛され、その関係の変化は常に注目されてきました。もし復縁が現実となれば、それは日本のエンタメ界において類を見ない感動的な出来事となるでしょう。しかしながら、私たちはこのような噂に対して、感情だけではなく理性も持って接する必要があります。神田正輝さんと松田聖子さんの個人的な生活には、私たちが知らない多くの事情が存在することでしょう。復縁の可能性はあるかもしれませんが、それは彼らの心の内にのみ存在する答えです。結論として、神田正輝さんと松田聖子さんの間に今後どのような関係が築かれるかは、彼ら自身にしかわかりません。私たちは遠くから、彼らの幸せを願い、彼らの決断を尊重する立場にあります。この話題に新たな情報がもたらされた際には、皆様に速やかにお届けしたいと思います。ここからは、多くの日本人が親しんできたテレビ界の大御所、俳優、神田正輝さんに関する最新情報をお届けします。長年にわたり、私たちの土曜の朝を彩ってきた神田さんですが、最近の彼の健康状態について様々な憶測が飛び交っています。ご存知の通り、神田さんは昨年から、朝だ、生です、旅サラダ、の司会を務めていましたが、彼が突然番組を欠席し、体のメンテナンスという理由で休養を宣言したことは多くのファンに衝撃を与えました。その後の彼の姿は一変しており、激痩せした姿が目撃されるなど、彼の健康について心配する声が高まっています。神田さんの体調不良の原因については、様々な憶測が飛び交っています。中には、重病や癌を疑う声もあり、彼の長期休養が示唆されています。しかし、具体的な病名や症状については、公式な発表はなく、真実は未だに明らかになっていません。一方で、神田さんのプライベートにおいても大きな悲しみがありました。2年前に愛娘の神田沙也加さんが急逝し、この悲報が彼の心身に大きな影響を与えたと考えられています。この悲しみが彼の健康状態にどのように影響しているのかは、誰にもわかりませんが、多くのファンが心配しています。さらに、神田さんの番組、朝だ、生です、旅サラダ、の今後についても不透明な状況が続いています。神田さんの欠席が長期化すると、番組自体の存続にも影響が出る可能性があります。番組は神田さんを中心に26年間続いてきたため、彼の不在は大きな痛手となっています。私たちは、神田正輝さんの健康と幸せを心から願っています。そして、彼が再び元気な姿でスクリーンやテレビ画面に戻ってくることを切に願っています。皆さんも、神田さんへの温かい思いを忘れずに、彼の復帰を待ちましょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。